はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕は今新青森駅に来てるんですが、今回この動画は日本の鉄道の分岐点に行ってきたということでやっていきたいと思います。かなり大々的なタイトルだと思うんですけども、この青森というのは鉄道の分岐点として個人的にすごく面白い場所だと思うんですよね。それなぜかというと、青森から北に向かう北海道方面の列車と、あと青森から本州方面に向かう列車っていうのは、仙台東京方面の東北本線と、あとは秋田新潟ひいては大阪方面の奥羽線が分かれるポイントということなんですね。この3つの路線が交わるというのが個人的にとても面白いと思いますので、今回はそれらの路線の合流点に行っていきたいと思います。じゃあまずは新青森駅から青森駅まで普通列車で移動します。新青森駅のホームに来ました。その青森の分岐点というのは奥羽線の車内から確認することができますので、新青森駅から青森行きの奥羽線に乗車したいと思います。はい、で奥羽線に乗ってると、まあ青森行きの手前まではこの単線なんですけど、そこからしばらくすると何やら左方向から線路が2本来ているのがお分かりいただけるかと思います。こちらの線は民前方面からの津軽線と、あとは近くにある青森車両センターからの回送線ということになっています。でさらにもうちょっと進むと、これ右側に線路が分かれているのがお分かりいただけるかと思うんですが、これが貨物線になってるんですね。こちらの正体はまた後ほど詳しく説明します。で奥羽線の列車は向かって左側に大きくカーブして青森駅に入っていきます。青森駅の手前まで来ると右側からまた別の線が合流しています。こちらの線は青森鉄道線の線路で、旧東北本線の線路なんですね。これらの線と合流して青森駅のホームに入っていきます。終着青森駅に到着しました。この青森駅というのは東北地方の2大路線、東北本線と奥羽本線の終着駅ということなんですね。でそれに合わせて北海道方面へ向かう津軽線の起点駅ということなので、東北本線、奥羽本線、津軽線ということで3つの路線が交わる鉄道的にはかなり重要な駅になります。で話は少し変わるんですけど、この青森駅っていうのは貨物列車は絶対に来ないんですね。そう、隣の新青森駅は貨物列車は来るんですけど、この青森駅は貨物列車は来ないことになっています。でそれはなぜかというと、この青森駅の場所がちょっと海沿いに離れた場所にあるからなんですね。地図を元に説明した方が分かりやすいので地図を用意しました。はい、こんな感じになっています。青森駅っていうのは結構突き離れた場所にあって、じゃあ貨物列車ってどこを通るかというと、ここを通るわけなんですね。通称奥羽貨物短絡線という線路がありまして、奥羽本線と東北本線をつなぐ短絡線がこの近くにあるんですね。じゃあ今回は奥羽貨物短絡線を巡っていきたいと思います。2番線と3番線にそれぞれ列車が止まっています。まず左側のこちらの列車は特急津軽号秋田駅ということで、奥羽本線の列車です。で右側のキハは快速下北号ということで、青森鉄道線を走る快速列車です。青森鉄道線っていうのは旧東北本線なので、東北本線の列車と奥羽本線の列車が並んでいるというような感じです。特急津軽6号と快速下北号というのは本来だったら同時刻に青森行く仕事をしているんですけど、特急津軽号は乗り換えのお客さんを待ったのでちょっと遅れての発車でした。じゃあ続いては青森駅からちょっと歩いたところで、この奥羽線と東北本線が分かれるところというのを撮影したいと思います。青森駅から少し南側に歩いてきました。国道7号の跨線橋から見るのが一番分かりやすいと思います。そうこういう感じですよ。青森駅っていうのが僕手前側の方向にあるわけなんですけど、これ左側の線が青森鉄道、まあ、要は旧東北本線ですね。仙台東京方面の線路です。で右側にあるのが奥羽本線と津軽線の線路ですね。北海道方面と、あとは秋田新潟大阪方面の線路ということです。それらの線路がここ青森駅で合流するということで、
そう考えるととても壮大ですよね。先ほどの跨線橋から少し歩いてきました。こちらの踏切は古川踏切っていう名前の踏切なんですけど、この踏切が大井森鉄道線の踏切ということですね。なので管理も大井森鉄道になってますね。大井森鉄道のキャラクターモーリーが描かれてます。で、こっち側が青森駅方面、さっき僕が撮ってた跨線橋があれですね。で、こっちが青森方面 でこっち側が盛岡、仙台、東京方面ということです。でここの線路も、貨物列車を走ることはないですね。じゃあ貨物列車どこに走ってるかっていうと、このもうちょい先のところに大宇貨物短絡線というのがあります。あ、てかもう見えてますね。この1個次のところにも踏切があるんですけど、これが貨物線の踏切になっています。お、踏切が鳴り始めました。どうやら青森駅を出発した普通列車がここを通るそうです。青森鉄道の列車が行きましたね。なんですけど、その本当わずか数十メートル先にも踏切があるということなんで、じゃあ大宇貨物短絡線の方も行ってみたいと思います。はい、ということで到着しました。徒歩わずか50秒のところにあるこちらの踏切は第一大野踏切っていう踏切らしいですね。ここが大宇貨物短絡線の踏切ということで、逆にここは現在も貨物列車しか走らないということなんですね。こっち側が青森信号場といって、機関車の付け替えとかを行っている信号場がある方面です。で、まあ、引いては向こう側が東北本線方面なので、仙台東京方面ということです。逆にこっち側が大宇本線と津軽線につながる方面ということですね。この先でそれぞれ分岐して津軽海峡線方面、まあ、引いては北海道方面と、あとは大宇本線方面、引いては秋田、新潟、大阪方面で分かれるということです。危険ですから線路内に立ち入らないでください。 JR 東日本なんですね。ここ貨物線ということで基本的に来るのは貨物列車しか来ないんですけど、 JR 貨物じゃなくて、JR 東日本が管理しているということなんですね。踏切と踏切に挟まれているここの区間はデルタ線になっているということですね。デルタ線というと他には京葉線のあれ、あれかなんていうかな、京葉線と武蔵野線が分かれるところとか、あとは四国でいうと坂出から出て、宇多津とかそっちの方に向かう方向とかがデルタ線になっているということなんですけど、青森にもあったんですね。お、待つこと20分ぐらい貨物線の踏切が鳴り始めました。ちょっと列車を撮影したいと思います。お、北海道方面から来た貨物列車ですね。北海道方面から来た貨物列車というのは EH800 型っていう、さっき映した機関車が牽引しています。北海道から来た貨物列車はこの先の青森信号場で機関車を付け替えて東京方面に向かいます。続いては大宇線側の踏切に移動してみましょう。大宇短絡線の踏切から歩いて15分ほど、今度はまた別の踏切に来ました。ここの踏切は大宇本線、大宇短絡線、あとは青森車両センターに行く回送線と、あとは津軽線がそれぞれ乗り入れているということですね。線路が4本あるというのがお分かりいただけるかと思います。それが今言った4線ですね。ちょっと踏切の中をもうちょっと見ていきましょう。奥側3線が左にカーブしているのがお分かりいただけるかと思います。左側に向かうのが青森駅に向かう旅客線ですね。一番手前側の線が、これ別の方向に進んでいるのがお分かりいただけるかと思うんですけど、これが、さっきの大宇短絡線ですね。要は貨物線ということです。お、踏切が閉まりましたね。一体何の列車が来るのかちょっと撮影していきたいと思います。
線の列車が行って本当に数十秒、また次の別の列車が来るみたいですね。お、貨物列車が来ました。続いてやってきた貨物列車が4061列車、大阪ターミナル発札幌ターミナル行きの列車です。 EF510 の500番台が牽引しているということで、こちらの青い EF510 はもともと寝台特急北斗星とかカシオペア号を牽引していた機関車です。いや、僕も田畑の所属だった時はよく見ていましたね。こちらの4061での貨物列車なんですけど、どうやら大雨線系統の貨物列車の中では最速達列車ということらしいですね。日本海縦貫線を最高速度100キロで結び、大阪から札幌までの所要時間は約25時間というAO-SEN方面から来た貨物列車が通りましたね。あの列車が仮に北海道方面に行くとしたら、青森信号場という場所で機関車を付け替えて、またここ同じ線路を通って北海道方面に行くというような感じになってます。お、今度は奥羽本線の列車が来ましたね。お、長い5両編成で来ました。弘前行きの列車ということですね。こちらの踏切を通っている路線をもう少し詳しく解説します。先ほど言った通り、こっち青森駅側で見えているのが、左側の3線が青森駅に向かう路線で、一番右側の線が奥羽貨物短絡線ですね。それが反対側に行くとどうなるかっていうと、奥羽貨物短絡線はここで奥羽本線と合流してますね。そうなので、ここの線路は貨物列車が通るんですけど、ここは旅客船の線路ですね。で、僕は今奥羽本線の線路の上に立っています。で、その1個隣が青森車両センターに向かう回送線ということですね。で、この一番右の線路が津軽線ということになっています。なので、奥羽貨物短絡線から来た列車というのは、北海道方面に行く場合、ポイントをここで1回渡って、そこで2回渡って3回渡るということで、3回転線して北海道方面に向かうということです。奥羽貨物短絡線ということで、貨物列車以外の設定はなかったのかっていうお話なんですが、実はここ貨物列車以外の列車も走ったことがあるんですね。かつて存在していた寝台特急北斗星と寝台特急トワイライトエクスプレスというのは、この奥羽貨物短絡線を経由して北海道方面に行ったということですね。トワイライトエクスプレスは大阪方面からこう来て、で、青森信号場で、機関車を付け替えて奥羽貨物短絡線でまた北海道方面に向かっていたということです。逆に北斗星の場合は青森駅を経由せずに、東京方面から来て、そこからそのまま奥羽貨物短絡線を通って北海道方面に向かっていたということです。以上、日本の鉄道の分岐点を見てきたという動画でした。いやー、でもそれにしても面白いですよね。ここの一つの踏切だけで、一番手前側の線路は北海道方面に続いているし、一番奥の線路というのは、大阪方面に続いているということです。で、かつこっちからこう行くと、東京方面にも線路が伸びているというのは、もうなんかすごく一つの踏切で壮大な感じになりました。皆さんも青森に来る機会のある方は、ぜひこの踏切注意してみてはいかがでしょうか。この動画はここで終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。